中国、沖の鳥島北方の日本の大陸棚に部位。太平洋では異例。日本最南端沖の鳥島、東京都、北方に位置する日本の大陸棚四国海盆、四国海盆、海域に先月、中国公船が不評、部位を設置したことが分かった。政府関係者が明らかにした。中国はこれまで尖閣諸島、沖縄県、周辺など東シナ海でブイを設置してきたが、太平洋の日本管轄海域では極めて異例。政府はブイの詳細や設置目的の分析を進める。中国によるブイ設置をめぐっては昨年7月、大型作業船、公用紅22が、尖閣諸島の魚町島から北西約80キロの日本の排他的経済水域、伊豆、内に、直径約10メートルの海洋調査ブイを無断で設置した。ブイで収集した波のデータなどを人工衛星で送信しているとみられる。政府は日中首脳会談や外相会談などで即時撤去を求めてきたものの、中国は応じていない。複数の関係者によると、同じ公用紅22が先月5日に上海を出港し、東シナ海から大隅海峡、鹿児島県を通過して太平洋に出た後、先月中旬、四国海盆海域内でブイを設置した。昨年7月のブイよりも小型で、近くを航行する船から夜間も見える発光器がついている。四国海盆海域は日本の伊豆に囲まれ、広さは国土面積378万平方キロメートルの5割近くに相当する。付近に島がないため伊豆への行き来になるが、国連の大陸棚限界委員会は2012年、沖の鳥島を起点とする日本の大陸棚として新たに認めた。国連海洋法条約により、日本はこの海域での海底の探査や資源開発について、主権的な権利を行使できる。大陸棚は伊豆沖と異なり、上部水域での海洋調査には沿岸国の同意は必要ない。ただ、同海域の海底はレアメタルを含んだ鉱物資源が分布していると指摘されており、今回のブイが海底の探査などに関係する場合は、同条約に反する可能性が高い。一方、中国は沖の鳥島について、島ではなく岩であり、日本の大陸棚や伊豆への起点にできない、と鋭独自の主張を掲げ、同島周辺をはじめとする西太平洋で海洋調査や軍事演習を繰り返している。東シナ海と同様に今後、太平洋側でも日本伊豆内に部位を設置する恐れもあり、政府は警戒監視を強化している。日本は資源が乏しく、それらは基本的に輸入で賄うしかありません。そのことが日本の貿易収支を悪化させてきました。しかしながら、最近海洋調査が進み、日本の近海にはレアメタルなど大量の資源があることが分かってきました。日本は排他的経済水域や領海を合わせると世界6位の面積を持つ、まさに海洋大国です。このメリットを生かすためには、安全保障上の努力が必要です。米国などと連携して、海洋における利益を守っていくことが重要です。また、海洋開発を日本の経済成長につなげることや、海洋環境や海洋資源の保全に取り組みながら持続可能な経済活動を行うブルーエコノミーに留意することも大事な視点です。日本最南端に位置する沖の鳥島の北方は、すでに2012年の段階で国連の大陸棚限界委員会が日本の大陸棚として認める勧告を採択している。本来、中国は日本の許可なく、大陸棚の探査開発活動をすることはできないはずだ。沖の鳥島の北方にはレアメタル、希少金属、や次世代の天然ガス資源メタンハイドレートが埋蔵しているとみられる。海底資源を狙う中国が国連の勧告を無視してブイを設置すれば、日本はブイの内側に侵入できなくなってしまう。沖の鳥島北方の採掘権を失うことになれば、将来的に巨額の経済損失を招く可能性が高い。日本の海厳しい状況、
海上保安庁新長官が就任会見。海上保安庁長官に1日付で就任した瀬口義義、60、が記者会見し、沖縄県尖閣諸島周辺海域での中国海警局の活動などを念頭に、日本の海は厳しい状況にある。法とルールに沿って秩序を維持する海上保安庁の役割は重要だ、と語った。羽田空港で1月に起きた海上保安庁機と日航機の衝突事故については、国土交通省が6月に公表した再発防止策の中間取りまとめなどを挙げ、事故を二度と起こさない決意を持ち、対策に全力を尽くす、とした。また、証拠高齢化に伴う人材確保難が海上保安庁でも起きているとして、業務の効率化などを通じ、強靭な現場対応力を備えつつ、人を大事にする持続可能な組織づくりを進める、と強調した。中国船3隻の侵入続く、尖閣周辺、日本漁船2隻を追う。第11管区海上保安本部によると、石垣市の尖閣諸島周辺海域では3日、中国海警局の艦船3隻が領海侵入を続け、漁長島周辺と南小島周辺でそれぞれ操業している日本漁船2隻に接近しようとする動きを見せた。尖閣周辺で中国艦船が領海侵入するのは2日連続で、今年25日目。領海侵入しているのは、いずれも機関砲らしきものを搭載した、海警2501、海警2201、海警2103。日本漁船は49と91で、それぞれ2人が乗船している。海上保安庁が漁船周辺に巡視船を配置し、中国艦船を漁船に近づけないよう警戒。漁船の安全を確保している。尖閣周辺の領海外側にある接続水域では、機関砲らしきものを搭載した海警2202も航行している。尖閣周辺で中国艦船が航行するのは195日連続で、連続航行日数の最長記録を更新した。尖閣列島の北側に中国海軍艦艇が常駐してます。日本の海上自衛隊艦艇も睨みを利かせてます。中国の勝手な行動にさせてはなりません。なんで中国に遠慮をしなければならないのか？中国から日本人はすぐに撤退し、尖閣に上陸し、灯台や港経済活動をしないと、アメリカの安保5条は適用になりません。専守防衛より先制した攻撃態勢です。上陸とともに自衛隊に海上警備行動発令です。中国、台湾の漁船を違法操業したとして、拿捕、双方の当局船が一時睨み合い。中国は、領海内で違法に漁をしていた台湾の船を任日夜、拿捕したと発表した。現場海域では一時、双方の沿岸警備当局の船が睨み合った。台湾は中国に対し、中国南東部位頭の港で、係留されている船と、拘束されている乗組員5人、台湾出身2人、インドネシア人3人の解放を求めている。台湾当局は BBC に、中国の沿岸から約 2.8 海里、5.1km の中国の領海内で台湾船が拿捕されたと認めた。中国が毎年5から8月に設定している夏季禁漁期に操業していたという。船長からは午後8時4分に中国海警局沿岸警備隊の船2隻の職員らが漁船に乗り込んできて船が拿捕されたと連絡があったという。中国海警局の報道官は漁船が禁漁規定に違反し禁漁海域で違法にトロール漁を行ったと述べた。また、不適切な漁具を使用し、海洋漁業資源に損害を与えた、と非難した。台湾は、こうしたコメントに反応していない。台湾の沿岸警備当局の船3隻も漁船の救助のために出動し、現場海域では短時間ながら緊迫した睨み合いとなった。台湾当局の船は、中国海警局の別の船4隻が接近していたことから、それ以上緊張を高めないよう追跡はしなかったという。
中国海警局は、台湾の沿岸警備当局が拡声器を使って漁船の解放を要求したとしている。中国側も同じ方法で台湾当局に干渉しないよう求めたという。拿捕された漁船のオーナーは現地メディアに、当時は40ケラ50隻の漁船が海に出ていた。なぜ私の船が狙われたのかわからない。こんなことは一度もなかった。以前は、近づきすぎると追い払われるだけだった、と話した。中国と台湾を隔てる幅約180キロの海峡では、このようないざこざがよく起きている。中国は、自治を行っている台湾を自国の領土だとし、この海峡は中国の排他的経済水域だと主張している。しかし、日本やアメリカなど、この海域を航行する他の国々は、これを認めていない。近年は中国軍が台湾への圧力を強めている。台湾のデータによると、中国当局は2003年以来、夏季禁漁期に漁を行ったとして、台湾籍の船17隻を拿捕、係留している。一方、台湾も今年だけで中国の船5隻を係留している。中国と台湾はかつて漁船に対して互いに柔軟な姿勢を見せていた。中国沿岸に極めて近い台湾の島繰り返しの周辺では特にそうだった。しかし近年、台湾は自らの水域をより厳しく取り締まるようになっている。中国沿岸部福建省の漁民による密漁が急増しているためだと台湾は説明している。今年2月には台湾の沿岸警備当局の追跡を受けた中国の漁船が転覆し、乗っていた中国人漁師2人が死亡する事案が発生。以来、中国海警局も台湾の離島周辺のパトロールに力を入れている。中国海警局は、東シナ海で日本が支配する島繰り返し、日本では尖閣諸島、中国では釣魚島と呼ばれるの周辺でも行動を強化している。先月には日本の漁船を追い払うという前例のない行動に出て、中国と日本の沿岸警備当局の船が一時睨み合う格好となった。